こんにちは、ホワイトスポットはどう直すっていうお話ですね。ホワイトスポットができてしまったと。ホワイトスポットっていうのは、まあ簡単に言うとフッ素を取り込みすぎた歯の部分的なこう過石灰化、過剰に石灰化した状態のことを言うことが多いと思います。そんな部分をじゃあどう直すか、なかなかうまく直す方法がないっていうのが、我々の今だの検討です。フッ素などの部分の的な取り込みが多い場合は、まあホワイトスポットになるわけなんですけど、大きく、まあ、直さなきゃいけないなっていう場合は削っていくっていう形になってしまいます。まあ、プラスチックで詰め直したりとか、どうしても、まあ、目立つ部分が大きくなってくるってことであればラミネートベニヤなんて方法が進められることになります。で、あとはエナメルアブレージョンって言って、その部分を酸で処理して、まあ、石灰化した部分を少し解放しましょうっていうやり方もあるんですけど、なかなかうまく綺麗には治ってこなかった。私も何回かやらせていただいたんですけど、なかなかうまくいかないなっていうふうに思いながら治療させていただいた経験があります。そういった面ではやっぱりプラスチック詰めたりするのに今は頼らせていただいていますので、まあ気になるようでしたらちょっとそういった処置になっていくってことを覚えておいてください。本日は以上です。